あ、すいません、一人ですけど行きますか。あ、いらっしゃいませ。うん、はい、あ、ちょっと、じゃあベロベロやん、やばベロベロやん、酒臭この店員。あ、じゃあカレーの煮付けで。うん、うわ、外れの店入った、最悪や。うわ、しかも夜によってあの酔っ払い店員がシェフかい。うわ、酒飲みながら料理作ってるやん。危ない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 、最悪。もうあれだけ食って出ていこう。めっちゃ酒飲んでるやん、やばいやろ、やっぱこの店。あれ、もうこっちまで持ってこられへんやん。置いてるのに。めっちゃベロベロやん。そこに置いてるのに。いや、全然置いてない、すごい離れてる。はい、あ、ごゆっくり。いつない、怖っ。もうさっさと食って帰ろう。うーまっ、えうまっ、こんな美味しいもん今まで食べたことない。何この煮付け、うますぎる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。1万円お釣りは結構です。なんで？美味しかったので。そんなええよ。また来ます。あれですか。はい、ありがとうございます。一週間後。あ、すみません、一人です。いらっしゃいませ。こちらの席どうぞ。お、今日飲んでない。あ、はい。ご注文お決まりになりました。カレーの煮付けで。あ、かしこまりました。少々お待ちください。うわぁ、酔っ払ってない今日。余計手際ええやん。余計期待できる。やった、え、酔っ払いので、ね、あんだけ美味しいってこと、うわ、ちゃんと味見もしてるやん。うん。だってあんだけ味見してなかったもん。お待たせいたしました。カレーの煮付けです。うわ、盛り付けもめっちゃ綺麗。ごゆっくりどうぞ。あらす。うわぁ、楽しみ。まずっ、でっかい声で言い過ぎたかな。え、マジ、マジゲー吐くか思った。マジでまずかった。え？すいません。ちょっと、お腹痛くて。あ、ごめんなさい。食べきられて。あ、あ、全然構いません。お持ち帰りはできます。大丈夫です。すいません。あ、大丈夫ですか。あ、じゃあ、すいません。1000円。はい、かしこまりました。はい。また、お越しください。はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、お気をつけて。一週間後。よっしゃー、ベロベロー。すいません、一人です。すいません。はい。よっしゃ、ベロベロー。最高。一人です。ああ、よっしゃー。ベロベロー。すいません、カレーの煮付けでお願いします。はい。よっしゃー。飲め飲め。これこれ。この人やっぱ酒飲んで料理せなあかんねん。これこれ、お、持ってこれるか、ここまで。私は、私は、これこれ、わわわこれやん、俺が食べたかったのは。お、歩いても歩いても届かない。それは歩いてないから、これ、ありがとうございます。いただきます。まずもうわからん、分からん、あれは奇跡やったんか、ただの、もう分からん。泣いてるやん。もう分からん、この人のほんまの腕が分からん。料理人としての腕前が分からん。めっちゃまずいね。じゃあ誰もおらんし、店閉めようか。もうベロベロやん、もう分からん。誰か、どうやったらあの美味しかったカレーが。ああ、誰か、もう分からん、どうやったらまたあれと出会えんねん、あのカレーの煮付けと。誰や、もう分からん、誰や、あれ、うわ、ヨタ
火水金は飲みます。それ以外飲みません。はい、なんかそのバランスで店をやっています。たくさんの方に、来ていただきたいなと思います。お酒はなかなかやめられませんね。でも是非読んでください。みんな探してる。どうしても探したいものがある。なんやろ、それはなんなんやろ、形あるものなんかな、なんなんやろな、それはどこにある。そう、ネタサロンの中にあるかもしれん。みんな一緒にコントしたり一緒に楽しんだり、うん、そうやな、ネタサロン入って思い出作りたいね。そう、俺はそう思ってる、ほんまにそう。俺だけやない、俺の相棒もそう思ってるはずや。おい相棒、どこおんねん。俺のこと見つけられたらネタサロンにぜひ入ってみなよ。ジャルジャルタワー。